市内半島にある、聖教会の修道院、聖語りな修道院にある、主の剣栄祭りのモザイクイコン、光輝くイースス・ハリストスのほか、二人の預言者、三人の弟子たちが描かれている。主、イエスの変容は、福音書に記述された、イエス・キリストが高い山に、弟子たちを伴い、旧約の預言者であるモーセとエリアと語り合いながら、 白く光り輝く姿を弟子たちに示したと聖書に記された出来事を言う。タボルさんの現在の姿。山の名は、聖教会においては、タボル山と伝承されているが、聖書には、山の名についての記載はない。山において、イエス・キリストは預言者と共に語り合いながら、光り輝く姿を、弟子たちに見せたと伝えられる。教会では、 この世的な意味でのキリストの勝利を願う弟子たちに対し、自らの受難を予言し続けたキリストが、これから受ける苦難に際して信仰し続ける希望を与えるためにこの奇跡を行ったと伝えられる。イコンには光り輝くイエスキリストのほか、二人の予言者、三人の弟子たちが描かれる。聖教会ではこの時のイエスキリストの光が、 ヘシュカスムの際に放たれる光と同一のものであると、される。このことに関する進学は、グリゴリオスパラマスによって体系化された。15世紀のノブゴロドで描かれた、主の県栄祭りの遺魂。各教派に記念する、祭り、祝日があるが、教派ごとに、記念する祭りを指す日本語の訳語は異なる。祭日は8月6日である。ユリウス歴を使用する。 聖教会においては、2008年現在では、ユリウス歴とグレゴリオ歴との間に13日のズレがあるため、グレゴリオ歴の8月19日に祝われることになる。聖教会の主の県境祭りにおいては、果物の初物が正規をしされる習慣がある。遺婚のみならず、広範な表現形式によって、種の変容は表現されてきた。 ラファエロ・サンティが絵画を残している。また、オリビエ・メシアンに、我らが、主イエス・キリストの変容という合唱作品がある。ありがとうございます。